キングピンス平野紫仕様、座布団5枚の拍手喝采。クイズ回答、粉雪はデミオロメンの配戦さ。日本テレビの朝の情報番組、ZIP 内で放送される、解決。キングピンスというコーナーでは、暮らしにまつわる悩みを解決しています。 11月15日の放送では、平野市洋画管理栄養士の浅野まみこ先生の指導のもと、おでんの悩みに取り組みました。放送のオープニングで23年連続不動の1位。冬の定番まるで三角三角というクイズが出題され、平野に答えさせられました。平野は、冬の定番、デミオロメンで粉雪。 と、回答しましたが、実際の正解は、おでんでした。しかし、スタジオにいた風間俊介らは、平野の回答に拍手喝采を送り、素晴らしい、と称賛しました。その後、浅野先生から、大根、の時短かごしらえすを教えてもらいました。 大根を皮をむき 3cm 幅の輪切りにして真空状態で冷凍すると細胞が壊れて水分が抜けるため味が早く染み込むとのことです。実際に使用する際は冷凍したまま鍋に入れれば OK です。普通の大根と冷凍した大根を比べてみると平野は独特の表現で 冷凍していない方は大根のツンとくる辛味があり、冷凍した方が味が染み渡って包容力がある、と説明しました。また、こんにゃくは96%水分でできているため、あらかじめ砂糖で脱水状態にしておくと、より味が染み込むとのことです。平野は、脱水、と聞いて、乾燥機、にかけると答えました。 しかし、実際には平野が乾燥機に柿を入れて回したことがあり、おばあちゃんに怒られたと苦笑いしながら告白しました。放送では、絶対にやめよう。と注意されていました。一方、おでんの具材のマンネリ化を解決するため、平野がアボカド、トマト、もやし、魚肉ソーセージを新しい定番として紹介しました。さらに、浅野先生のおすすめの、 サバ缶何方ホウレンソウを詰めた巾着も登場し、どれも美味しいと絶賛されましたが、アボカドだけはおから。やべえ。今までのアボカドで一番まずい。という想像を絶するまずさだったようです。また、おでんの余りを活用したレシピとして、おでん炊き込みご飯が紹介され、平野はパーフェクト。あえて余らせて後日炊き込みご飯にするととても美味しい。 と大絶賛しました。さらに、おでんトマトチーズグラタン風というおでんにトマトジュースをかけてチーズを乗せて焼く料理についても、おでん缶ゼロでめちゃくちゃ美味い本当に余らせてほしい、と気に入っていました。この放送にはファンから、デミオロメンで粉雪は座布団5枚だった、ショー。紫輝くん笑いのセンスがハイセンスすぎ。 いやさすがだわ、から、柿の話、笑えるけどリアルにやられたらマジでブチ切れるだろうな。柿を乾燥機に入れてるのマジでやばい、笑いなどの声が寄せられました。